どうも、デントです。今回はですね、アンジュルムの笠原桃奈さんが、なんか、ハルプロをなんか、卒業発表しましたね。なぜ彼女は、ハルプロを卒業したかいうと、なんか、海外でなんか、活躍したいとも、発言しましたね。いろいろ、歌とかダンスとかね、それが活躍したいと言ってました。僕は思ったのはそれについていいかなと思います。たったの一度の人生だから、自分がやりたいことをやるのもいいかなと思いましたね。日本の芸能界は嫌になったのかな、この人、笠原桃奈さん。いろいろ闇とかあるので、日本の芸能界は。じゃあ、デントでした。バイバイ。